おうよ、ここんとこずっと準備を進めてるぜ。懐かしいね。私が最後に出た時は向こうに随分骨を折らせたもんだよ。結局勝ちは譲ることになっちまったがね。それって今の覇者が優勝した代のこと？あいつか。まあ確かに大したやつだが、そんなの関係ねえ。どんな相手だろうが俺様は絶対に勝つ。ねえねえおばあちゃん、せっかくだしあの時のこともっと聞きたいな。教えてやりたいのは山々だけどね、親切な若い子と戦略があるのさ。すまないね、用事が済んだらまた連絡するから。わかった、俺らは適当にぶらついてっからよ。連絡待ってるぜ。おばあちゃんバイバイ。ドリンクも用意しとくね。おや来たね。おばあさん、今しがた話していた二人は誰だい？郊外で知り合った子たちさ。元気で優しいところはあんたとそっくりだね。機会があったら紹介してあげようね。